演舞開演。どうも、本日はこちらマクドナルドのワッフルコーン3種類を食べたいと思います。わ、早く食べないと溶けちゃうね。早速食べていきましょう。ではいただきます。わ、濃厚。そう、ツインソフトとな。はい、バニラは食べきれました。次はこちらのストロベリーに行きたいと思います。わわ、もう溶けかけてる。早く食べないと。でも利き手じゃないとやっぱり食べづらいや。わわ、いちごソースが酸味が効いてる。ラストはチョコ&ナッツ。なんとか溶ける前に食べきることができそうです。でもう溶けかけてるし、早く食べないと。チョコレートの甘さとナッツの食感が今までの2つとはまた違う。3種類ともクリームが濃厚で、外のワッフルコーンはパリ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 の食感と濃厚なクリーム、それにそれぞれのトッピングがうまく合わさってとっても美味しかったです。個人的にはストロベリーの甘酸っぱさが入ったのが一番好きでしたね。また新しいフレーバーが出たら食べてみたいです。ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。